皆さんこんにちは、原田博之の語り引きライブアンコール気分。なんかハラダイスのコロナのせいでラジオで特番にするって決めてからですね、いろんな人といろんな話をしてて、でなんかラジオって SDGs っていうトークをしようみたいな話をしてた時に、山陽火星さんがなんか森を守ってるっていうね、森を作ってるっていうか守ってるみたいな仕事されてるって話が出まして、森とか久しぶり聞いたっていうので、この曲を選んでみました。森へ行こう、木の上に作った隠れ家、夕日をあいつに丘の上の小さな教会を抜け出して、坂道を駆け下りて、小さな冒険はいつでも僕たちに輝かしい未来と夢を与えてきたはずさ、すぐそばにあったはずさ、傷ついて隠れている兵隊さんの話を聞こう、爆弾が吹き飛ばした怪談話を切り株に腰掛けて、胸の内打ち明けて、いつでも僕たちは笑えないジョークさえ笑い飛ばしてきたはずさ、迷わずにやったはずさ、森へ行こう、木の上に作った隠れ家へ、夕日をあいつに迷わずに行けるうちに。森へ行こうという曲でした。リクエストを、なんか聖書の話を僕がライブでしたのが印象的だったっていうお便りと一緒にいただきました。エデンのそのアダムとイブが追われるっていう話をね、ライブで僕がしてたらしいんです。それであれ、あの人たちが食べたらあかんもん食べへんかったら、ずっとエデンの園で入れるんですけどね、食べちゃってエデンの園追われて人間は死ぬようになるっていう、まあ、神話が聖書の最初にあるんですけどね、それ勉強しててよかったな始まってと思ったんですね。始まらんと僕の人生はないなと思って、まあ僕ら死ぬんですけど、なんかこうそれもなんか魅力的なことやなと思ったりしています。そ
それではやってみたいと思います、ね、さよならエデンという曲。迷い逃げ込んだエデンのその傷つかない物語、時間を止めて目を閉じれば涙は遠ざかるけれど、さよならエデン。さよならエデン。退屈な永遠の都、魅惑の甘い物語、時間を破りて目を覚ませば悲しみも喜びも流れ込む、さよならエデン。全てを失うくらいなら、さよならエデン、出て行くよ、夢を追いかけてもがくこと選ぶよ、この世界で。この世界で熱い太陽に、冷たい風に、人生の不思議に、出会いと別れにさらされて涙を流すよ、この世界でさよならエデン。夢に委ねて全てを失うくらいなら、さよならエデン、出て行くよ、夢を追いかけてもがくこと選ぶよ、さよならエデン。夢を追いかけてもがくこと選ぶよ、この世界で、この世界で、この世界で。どうもありがとうございました、この世界が大好きなんですね。いろいろ大変だけどそんなことを久しぶりにやって思ったりしました、来週また会いましょう。ありがとうございました。おまけのコーナーになりました。ラジオのスポンサーの皆さんの曲をちょっとやるっていうのもいいなと思って、この間からちょっとやってるんですけど、20秒しかラジオってコマーシャル出せないんですけど、もともとちょっと長めに作った曲もあって、まずはこの曲を。創造技術、実践信念、そうは5つの力が原動力、ニーズのクォーター会社、素直で真面目で、そこそこグローバル、そんな童話が大好きだ、広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く、東亜株式会社、東亜
ー株式会社さんの長めのやつでしたね。そんなことを考えていたら、ラジオハラダイスのサウンドロゴを作っていないことに気がつきまして、ハラダイスのサウンドロゴを昔作ってたんですけどね、それは替え歌でございます。合言葉は全然違いましたね。もう一回いきましょうか。合言葉はみんなで聞こうハラダイス、10月の25日はラジオを聞こうハラダイス、 KBS 京都ラジオ14時スタート、ラジオハラダイス、イエーイということになっております。10月25日、ラジオハラダイス14時スタートでございますけどね、もう1ヶ月近く1ヶ月ちょっとになってまいりましたので頑張ります。来週また会いましょう。